ねえ、アンディ。アンディ。今日外出なかったもんね。アンディちゃん。何バテてんだよ。一日中屋根にいたからって何バテてんの。シャレになんないですね。シャレになんないね、この人数じゃね。いや、これシャレになんないですよ。さすがにね。欲しかったね、サポートがね。サポート来ないもんね。サポートが来なかったもんね。まあ、でもいつものことか、これ。俺らでやるしかないんだよな。っていうかな、今日休みだったらな、ここでな。いや、休みって試合だったんだよな。試合だったんですけど、もう昨日の夜の時点でゴーゴー、ちょっと暑いですから、避けましょうか。もう昨日の夜の時点で、もう無理だと。これじゃ、だって復旧作業、あの風と雨じゃもうどうやっても無理だと思ってましたよ。でも行く準備してたろ、一応。いや、それは行く準備するし、で、行かなきゃいけないなと。でも、スタート遅かったんですよ、僕たち。あ、そう。もう基本のスタートから1時間半遅れだったんで、もう前の日から。だから計算したら11時26分ぐらいだったんです、スタートが。うん、あ、じゃあ余裕でまだ別に行く予定でもなかったって。そうですけど、朝メールがポンと入って、朝風すごかったし、なんか寝たり起きたりしてて。いや、ちょっともう朝来た瞬間にもうここでこんなんじゃ試合絶対できるわけないからすぐ呼べっつってなって。いや、すぐ呼べ。いやいや、来ようと思って、来ようと思ってましたよ。それいや、もうこれ行かなきゃと思う。今日はもう作業だと思って。まだ朝2人だからさ、あの壁のさ、補修とかそういうの絶対できないし、もうぶっ飛んださ枯葉とかさ木とかそういうの片付けるだけで、だからコーレとリータやっと来たからさ。だってあの宮下さんが来る道は分からないですけど、あの停電してるんですよ。停電とか信号ついてないんですよ。いや、知ってるよ。俺もだって信号止まってたよ、全部。だからさ、あれ、まあ、場所がアダコンダになっちゃうから言わないけど、ひどいよ、木投げ倒されてて。だって俺 の家に帰るあの裏道あるじゃん、あそこ通行止めだ。でしょ、だあの、そこの目の前 そこの目の前も木がこうなってるの知ってました？どこ？あの、僕がいつも使う裏道、あの出てピュッて入るところ。あ、知らない。あそこ木がもうドコーンって、あそこ通れないです。あ、そう。もう通れないと思ってるから大きい道で来てますけどね。強烈だもん、朝の高速道。っていうか今だって高速もう夕方の時点で6時前で、6時前でこれですからね。なんで通行止めなんだろうね。ほら、この辺もう全部通行止めですよ。だって市原の方ジャングルみたいになってるらしいよ、通るが。ああ、まあそれは分かるよ。山行きは分かるよ。でも高速道路木倒れてくるようなとこある？いや、田舎だからか。いやいや、だからあれでしょ、ゴミでしょ。いや、ゴミじゃないし。だからゴミというか木とか、そのだって道路にそういうものがあったら高速になんないじゃん。高速のあれ役割ない、無理でしょ。残骸があったって言ったってさ、掃除しないと。掃除道路横断も掃除するだろ、そんなさっと。そんなさっとできないって、この子過去最大級っすよ。何や、勢い。いや、でも過去最大級の割にはここの被害はさ、うん、あの前々回の時のひどかったじゃん。全部すっ飛んでる。いや、だってそれは補強してるじゃないですか。昨日補強してるじゃないですか。だから昨日補強したとこは大事だった。そう。ただ今日はだって直すどこの話じゃない、綺麗に片すだけの話じゃない。いや、まだ全然もう10分の1も片して終わってないですよ。だから明日どうすんの。え、来ますよ。いやいや、来ますよ。来るのは当たり前だけど、明日どうすんの。屋根、屋根ですよ。あれ屋根つけるんですか。明後日俺ら出発よ。それまでにできる。ジャンボさんだけ練習してもらう。ジャンボさん練習。いや、屋根つければいいじゃないですか、とりあえず。あそこ屋根つければもう、まあ雨の時ね、うん、こっちは全然無駄だしね。
いや、ただバンカーのところとかさ、葉っぱでしょ、葉っぱとか枝とかさ、あの、あそこの屋根のやつか、あそこにもあるからね。いや、だってジャンボさんがこの世のものじゃない音がしたって言ったじゃないですか。言ってたね。ゴーとか、その上行ってたらしいじゃないですか。宮下さんの家の方大丈夫だったんですか。いや、大丈夫じゃないけど、風がやっぱり、なんだろう、大きなマンションの方から来るあれだから、うんうん、そこまで、あの、海から来るやつは俺ひどいの、ボワーってなるんですよ。こっちがね、だって斜めいいっすもんね、あそこね。ナイスビュー。ナイスビューですよね、うん。ということで、5時から川出てくるんだろ。適当、いきなり刺さったな。いやー、シャレになんない、これ半端ないトレーニングだ、これ。よし、ということで、このぐらいで流しておこうか、今日は。え？ヒンソンが腕も見せたことだしな。いや、だから、これ、ここはこういうふうに復旧作業してますけど、こんな作業みんなしてるってことですからね。いや、してねえよ。してるよ。だって、隣なんかどうすんだよね。ネットだって新しいのにしなきゃあれダメだよ。うん、で、HR の方でさ、練習場のネット倒れたって言ったじゃん。あれは要はネットを下げれない練習場なの。古い、ね、練習場なの。でもさ、ネット下げれないって言っても多少は下げれる。ずっともう、いや、もうそのままつけっぱなやつ。あれはね、もう風の抵抗を受けちゃうんだよ。いくら ネットでも風よけのネットってあるんだけど、ちょっと高いけど。さっき昼ご飯食べながらひどいニュースばっか見ちゃったもん。で、家のあそこの屋根とかにバーンってぶつかってたもん。ああいうの見ちゃうと思う。で、しかも今日36度ぐらいあったろ。暑かったっす、うん。で、俺あそこカート置いてきちゃったから、カート持ってきてくれ、後で。何やってんすか。いや、俺も軽トラが運転しまくって疲れたんだよ、今日。ということで今日絶好調だったんだ。いや、絶好調なわけないっつうの。結構練習したの。いや練習したってさ、あのあれでしょ、シャフトドライバー、あれ前回パランパランになったから戻したんでしょ。だ、戻して一発目っていうのはね、結構曲がるから。いや、変えてる。え、違う写真変えてる。何、いいです、3台スプーンと一緒、スプーンと一緒、スプーンと一緒ってことは、いや、まだ、まあまあ、その方がいいやね。そしたら曲がったらすぐ変えればいいだけの話だもんね。変なツッコミやめてくださいよ。だから、なんで変えたのかさ、わかんない。いや、触れるようになったからさ。どんな試合よりも、ちゃんぼさんと回る時が一番の、お前にとって本ちゃんでしょ。そう。それでクソ回りされちゃったんでしょ。だって、ジャンボさんが言ってたもん、珍しく。宮古、前回と違って、ここでクソ曲がりしてたって。開口一番それだから。前回割りまくってたの。ね、久々にジャンボさんとまたアンダーだと思ったら、じゃあ今回もパランパランになっちゃった。で、それをちゃんと踏まえて練習して。まあいいや。じゃあ明日ちょっと早く早めに来いよ、お前。早めに来いよ、早めに。絶対にもう、あの、何を買ってきて補修にするっていうのジャンボさん頭に入れてんだから。この疲れで足起きれるかな。なんだよ。